オギやハギは高校時代に仲が良すぎて、あの二人はできていると噂になった。あまりにもオギとやハギの仲が良すぎるのでピーコから、体の関係があるのではと疑われる。ちなみにピーコは矢ハギがお気に入りであり、オギを敵対視している。オギやハギは二人ともスポーツ万能であり、高校の頃にオギはサッカー部、矢ハギはテニス部でそれぞれキャプテンをしていた。オギやハギは二人とも海外で働いた経験があり、 オギはハワイでやハギは中国で働いていた。